中国の低空経済規模は2030年に2兆元に達する見込みだと中国民航管理幹部学院運航学部の盧主任が示した。低空経済とは、低空域での有人航空機または無人航空機による飛行活動や関連経済形態を指す。3月5日に開幕した第14期全国人民代表大会第2回会議で、低空経済関連の内容が初めて政府活動報告に盛り込まれた。2023年に中国の低空経済規模は5000億元を超えたとされている。消费类无人机、表演无人机已经成熟了。无人机在城乡物流配送、应急消防、电力等基础设施巡检、生态环保等领域的应用逐渐成熟，需要进一步的强化成本与效能优势。我国无人机农业植保一年超过14亿亩次，这类应用的主要任务是提高质量、扩大规模。2023年末のデータで、中国の無人機設計製造機関は約2000社、運営企業は2万社近くに達した。国内登録された無人機は、前年同期比 32.2% 増の126万7千機、総飛行時間は同時 1.8% 増の2311万時間となっている。専門家によると、無人機は中国で個人使用のほかに、地理測量、航空撮影など様々な分野で幅広く活用されている。緊急救援、気象モニタリングにおける応用開発が進むと同時に、無人機物流も大規模化応用を実現している。